ったか。どうであったか。言ってた通りだ。よくわかんないけど荒れてたんだよな。でも大丈夫だ。パオウルムーは俺らで追い払ってきたぜ。よくやった。だがまだライダーとしての力は未熟だ。この程度では卵の運命は背負えぬ。ぐにゃにゃ。だったら他に困っていることはないのか。それを解決して俺らが未熟者じゃないな、ライダーさん。ハルツガイの岩山でモンスターの被害に遭う村人が増えている。そのモンスターは岩に擬態しているらしい。モンスターが岩に擬態だって。ん、見たことがあるような、ないような。村の者では確認ができなかった。その正体を明らかにしてもらいたい。俺も引き続き彼らに同行します。ああ、頼んだぞ。久しぶりだな、レドと来たことがある。レドじいちゃんと来たのか。まだレドと出会って間もない頃だ。その話聞かせてくれよ。ライダーさんも聞きたいよな。幼い頃からレドは村の者に好かれ、あいつの周りにはいつも誰かがいた。誰もがレドに興味を示していた。なのにあいつは興味を持たない俺の後ばかりつけてきた。アルマ、置いてかないでよ。ついてくるな。お前がいるとアイルーやらいろんな奴らがついてきて煩わしい。待ってっても。うわっ、いった。モンスター。モンスターが擬態していたんだ。アルマ、何をする。アルマ、ありがとう。ありがとう。だってアルマに助けてもらったから。モンスターを追い払っただけなのに感謝をするなんて、人間は変だと思った。助けてもらったら感謝するのが当たり前だろう。俺はただモンスターを追い払っただけだ。アルマは本当に変わったやつだな。さっさと擬態してるやつを見つけるぞ。それはなんだか変な形の岩だな。どれどれ、座り心地はどうだ。待て、座らない方がいい。そろそろ俺も休憩したいからいいだろう。ほら、ゆっと。おにゃ、やはりそうか。こんなところにいたんだな。ライダーさん、ライドオンの時間だぜ。
スラーク。シルガイ、氷の刃の冷たさを。お前とは息が合うのかもしれないな。
くだけはある。長老、ゼラード様、ただいま戻りました。モンスターの正体は？岩に擬態してたのはバサルモスだったぞ。確かか？確かです。これでライダーさんの実力が分かっただろ。俺も同行しましたが、突き止めたのは彼らです。ライダーとしてということであれば、彼らは十分に役目を果たしました。アルマの言うことに嘘はないと思われます。長老、よろしいのでは？時が満ちたか。へへー、やったな、ライダーさん。伝承の儀はモンスターに眠る力を目覚めさせる秘宝だ。2体のモンスターの絆を合わせることで力を目覚めさせることができる。実践すると学びも早い。厩舎へ来い。
伝承の義を知り、さらにライダーとして成長したな。これからできることがもっと増えるんじゃないか。いろんなところへ行けるようになって、いろんなことができるようになったり、どんどん成長していくライダーさんが楽しみだ。ゼラード様。お、なんだ。ゼラード様、あの件はいかがなりましたでしょうか。私はどうしたら。またあなたか。どうしたらいいのか。恐ろしい。だが探しに行かねばなのだ。だがやはり恐ろしい。